国内初のプルサーマル発電が始動です。佐賀県の玄海原子力発電所で試運転が始まり、昨日深夜臨界に達しました。順調なら9日から試験発電が開始されます。九州電力によりますと、玄海原発3号機では昨日午前11時に原子炉を起動させ、原子炉のブレーキにあたる制御棒を引き抜く作業を行っていました。そしておよそ12時間後の午後11時7分に核分裂が連続して起こる臨界に到達し、発電に向けた準備が整いました。プルサーマル発電は国が進める核燃料サイクルの中核で、使用済み核燃料から取り出したプルトニウムをウランと混ぜて MOX 燃料にし、原発で再利用するものです。玄海原発は9日には試験発電を始め、国の検査に合格すれば来月2日に営業運転に入る予定です。